はい、アキラです。N1RS 6MT ですね。相変わらずネタがないんでね、まあ、ウェブ記事について語るシリーズですね。最近ね、鈴木がワゴン R なんとかっていう、ワゴン R スマイルか、新車種を出してきたんですね。でもね、配当系ワゴン、まあ、軽の配当系だとね、ワゴン R が老舗なんだけども、最近は N ボックスとかに、ね、押されてあんまりパッとしてない感じだったんだけども、鈴木が言うにはね、ワゴン R にも、スライドドアが欲しいっていうユーザーがなんか結構多いっていうことで、まあ、で派生車っていうかなんていうか、そういうのでこのワゴン R スマイルっていうので、スライドドアで、ワゴン R よりちょっと背が高いぐらいのやつを出してきたんだそうですね。でこれ記事で見るとね、ダイハツのなんとかってキャンパスかの競合って書いてあるんだけども、それダイハツキャンパスってなんか俺もなんか ただ丸っこいから競合だって言われてるだけで、別にそんなに売れてる感じでもないと思うんだけど、そんなに見ないからね。鈴木としては多分ね、ワゴン R とこの新しいスライドドアのやつで、まあ、N ボックスに対抗しようっていう感じじゃないかなと思うんだけども、まあ、そんなでもね、スライドドアそんな欲しい人いるのかね。まあ電動でね、子供とかがいるとその電動スライドドアがあると非常に便利っていうのは分からないでもないけどね。これでもなんかスタイル見るとね、まあ、なんかラパンを少し背を高くしたっていうような感じもしないでもないけども、まあ、鈴木はこういうなんかね、丸めのこういうのも好きなんだろうね、きっとね。鈴木はね、ラパンはね、ラパンとかのアルトとかね、もっと入れてもいいかなとは思うんだけども、やっぱり、ね、背の低い車はね、もう今全然人気ないんだね、あの手はね。こういう記事のねコメント見てたらね、なんかラパンでも、ラパンとかもっと背も低い車でスライドドアが欲しいとかっていうことを書いてる人もいるんだけど、アホだなかと思うんだけどね。スライドドアってね、レールがあるから、そんなレールが出っ張っちゃうからね、背が低い車だと開口部が取れなくてね、頭ぶつけちゃうんだよね。でも元々スライドドアなんかあったってね、そんな背の低い車はね、窮屈だから絶対売れないだろうなとは思うけども、これ記事なんで、これでもね、ダイハツのキャンパスの競合って書いちゃうかなと思うけどね、鈴木もそんなこと考えてないとは思うけどね。で鈴木はね、もう一つ背の高い、なんかスペーシアだっけ、なんだっけ、やたらの背の高いワンボックス、まあ、バンみたいなやつもあるんだけども、そっちはね、ちょっと前に背が高すぎたんだろうね、きっとね。そっちの方はあんまり売れてないらしいからね、まあ背が高いからいいっていうもんでもないみたいだね。まあダイハツもやたらの線が高くて四角いやつ出してるけどね、あれもそんなに見ないからね、まあ、だから結局 N ボックスぐらいの高さが、まあ、一番良かったんだろうなとは思うけどね。まあ背が高い方が室内空間取れるからね、いいんだろうけども、やっぱり運動性能とかね考えるとね、やたらに背の高いのはちょっと、ね、不安な感じになっちゃうんだよね。今のやつは結構足も硬いからね、そんなにグラグラしないけど、あのダイハツのね、なんだっけあれ、最初に出た時はね、低いグレードだとまあ、サスが柔らかくてね、あの背の高いやつはね乗ると怖かったんだけどね、
まあ、鈴木もワゴンアイルとこの新しいやつで、まあ、NBOX を包囲していこうっていう作戦なんだろうな。なかなかね、スタイル的になかなかねいいとこついてると思うけどね。ダイハツのねあれはちょっとなんかやりすぎた感じがしないでもないから、まあ、これぐらいのスタイルがね売れ筋なんじゃないかなっていう気がしてるな、ということでまたしょうもないね雑談でした。鈴木としてはね、こういうダイハツの対抗とは思ってないんじゃないかなと思うけどね、ということで、まあしょうもない雑談でしたね。今回は以上です。